地域の感じが。これ写真か。これとタイトルにするから、二人が、まあ、で、二人はなんか、で、まあ、俺に見せる。横長じゃなくていいよ。あの変わったから、こっち側が半分だったから、キュッといた方が。このまま降りる。これだけしゃがめない。ところでなんかみんなかな、それぞれなんかちょっとそれぞれなんかポーズして、それぞれどんなでもいい。リゼとベニコかよ。リゼとベニコかよ。リゼちなみに。上の服は何に着て、コート。コート何色？コート黄色。これ？なんかね、背景が動かしてるのに、たまたま、だからこっちでもこっちでもなんか、馬を綺麗に馴染んじゃって。菊池さんはなんか、黒基調は意外と大丈夫。いやいや、あるでも輪郭があるだけで全然中で出ちゃうのってまた間違いない。じゃあこれで一回全体的に半個立ち半個立ち、そう、そのぐらい。アヒルちゃん戻ったのに足入ってきます。そっちだ。
寒そうに見える。あ、今だけ今や。俺が普通に言った。おばあちゃんすごい普通なんですよ。最後のところだけ顔を決めればいいから。
ち。こちらが面白そうだ。南行くにはね。これで決定じゃない。本番ちょっとグッと下がれるから2人は下がる。いや2人下がる。もう僕が頑張ってこの内容を。後ろが顎が上がっちゃうとすごい。
この後は動画撮ります。タイマーになっちゃう。永遠にタイマーになっちゃう。